そもそも俺って多分天才なんだよね。格闘技だけじゃなくて、この喧嘩とかだけじゃなくて、スポーツもそうなんだけど、何でもやったらできちゃうのよ。だから練習もしない。それで相手をくるぼっこにする。僕、まあいつも足立区とかで歩いてて喧嘩かけられた時、大概僕に行くんですよ。この見た目なんで弱そうだから舐められがちなんですけど、やって大概もうみんな最後はおねんねしちゃってるんで、僕この階級だったら多分プロにも負けないぐらい強くて、アマチュアの試合でその3戦3勝、練習なしです。練習しないで強い、それがまあ喧嘩自慢じゃないですか。本当に結構きたことなんで、路上もがあるよね。そうっすか。いいやろ、お前たち。やめんなよ、おい。今日もね、バカ一人ボコボコにするだけの簡単な仕事なんで、運営の皆様ありがとうございます。勝たせてもらいます。ちょっと やばいな。10代の頃からの付き合いで、もう一回スイッチ入ったら止まらなくて、もう一生止まらないんですよ。やらない、おい。喧嘩好きだね。やっぱりやめられないわ。ギリギリの世界がたまんなすぎて、ぐっしゃー出るね。アドレナリンが気持ちいい。気持ちよく察してくれよ俺のこと。バチバチの喧嘩しようぜ、あのギリギリの世界で。話も良いし、揉めてた2人ですね。うん、後ろから殴られたんです。一番揉めた2人かもしれない。あれ、あの子なんか前オーディション来てた強い子、あの子強いですね。来てた彼はね、結構ヤーマンのね、100人以上来たことある。100人以上見てた。強い同士、強い同士。最初からやります。オッケー、2人とも守れる、大丈夫。よし、やってる。三原健、ここチームは守れるけど、こっちがやったらやりますよ。三原、守ってない。オッケーオッケー、頼むよ。俺もう守られてるから。限界倒れんなよ、お前。気持ちだぞ、限界倒れんだよ、気持ちだぞ。みんな気持ちだぞ。たぶん20秒か10秒。やる、倒せんぞ。焦んなよ、焦んなよ。
也選手強いでしょ、伊原生意気ですけどめっちゃ強いですよ。試合だけでも勝負勝ってるよ、勝負勝ってるよ、伊原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 。これは面白い、面白い、あいつ面白いですね。カンタラチカーカンタラチカーカンタラチカーカルールの守れねえで、さらにヒートアップしてる、まあ、前回の喧嘩島の子たちが全国の不良に火つけだったんで、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価をお願いします。